萌さん、中根ちゃんからあなたのことを聞きました。何のことかしら。あなたは、2年前は捜査官だったそうですね。そして、ネッセル9号事件をきっかけに、検事局に移った。その通りです。聞かせていただきますね。その不自然な移動のことも。あなたには聞く権利があるでしょう。なるほど、弁護士。確かに2年前、私は警察局の一員でした。すごかったんですよ、お姉ちゃん。ガント局長とお姉ちゃんのチーム、今でも刑事課の伝説なんですから。関東局長。当時は警察局副長でありながら捜査の現場にいたのです。ガントカイジは私にとって憧れの捜査官だったのです。二人でコンビを組んで、スキャットを解決。かっこよかったな。自慢のお姉さんか。嬉しそうだな、あかねちゃん。でも、今は首席検事ですよね。何があったんですか？私はもともと、検事を志望していたのです。警察局で捜査の現場を学んで、転校するつもりだったんだよね。SL9 号事件の解決で、ガントの力は決定的なものに。彼は警察局長に就任して、私の検事局への異動を決めたのです。2年前の捜査、もう少し詳しく聞いてみよう。2年前、私は副首席捜査官として青影を追っていました。副主席。すると当然主席はガントカイジですか。私とガット捜査官はオフィスも共有をして捜査に取り組んでいました。ガント局長とオフィスまで一緒だったのか。私たちの下についたのも皆優秀な捜査官でした。捜査責任者の正しき捜査官、財門京介に一二と強化。特に財門は初めて弟さんと組んで張り切っていました。青影ジョーは間違いなく連続殺人事件の犯人でした。私たちは本人に任意同行を求めて証拠をつかもうと必死だった。そんな時、あの事件は起こったのです。茜ちゃんの事件。私を助けようとしたサイモン検事さんが、おかげに。あの事件、第一発見者はこの私自身だったのです。初めて聞くぞ、その情報は。優秀な検事だったよ。俺とは違って頭が良くてな。当時捜査官になったばかりの俺と組んで一仕事。そんな矢先の事件だったぜ。いくつだったんですか、弟さん。当時27歳だったよ。まさにあの日、最高の栄誉を掴んだばかりでね。最高の栄誉？それってもしかして。検事、オブス、いや、さ。出たよ。そんな顔しないでくれよ。検事にとっては名誉なんだろ。ザイモンさん、お父さんのことになると優しい顔になるな。SL9 号事件が起こった日、それってまさか。そう。今回と同じ。証拠品の申し送りの日だった。そうだったんですか。朝から冷たい雨が降っていて、夜には雷が鳴り出した。あれから2年、俺は事件を死なせないために証拠品を奪おうとしたのさ。しかし、誰かがそれを阻止しようとしたんだ。正しきさんは殺害されて、頑固は空っぽになっていた。